子猫の地位が始まるよ。アントテリーの前回のお話。草だらけの公園でキラキラ光る獲物を見つけた私たち、追いかけて穴の中に飛び込んだら、すっごい綺麗なところに行けたんだけど、気づいたら帰ってきちゃったの。あれ？また行きたいな。また行けるかな。入り口のところまで行ってみましょう。にゃ。へへへ。今日こそ捕まえてやる。この中から獲物がいっぱい出てきて、また入っていったんだ。本当？行ってみよう。行く。準備はいいか？にゃー！せーの！にゃこれ本当に大丈夫なのか？にゃ！にゃ！にゃ！
なんだ？変な音がするね。行ってみよう。うん。いろんな音がする。面白い。おい見ろ、獲物だ。逃げられる前に追うぞ。ミャー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 。滑り上がるぜ。もう一回ミャーミャーミャー。登れない。どうしよう。もっと爪が尖ってれば。そうだ、爪研ぎしましょう。ママが毎日しなさいって言ってた。なるほど。あ、どこかに木はないか。ここに木あるよ。お、うん、おお、すごい音する。おー、ゲームやる。私も。俺様も。行ってみようぜ。あ、待って、こっち。待って。ね、夜になっちゃったのかな。細かいことは気にすんなよ。ミコ。